ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし、5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています。今回のゲストは星野リゾート代表の星野佳治さんです。星野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかビジネスを体系的に理論を学ぶっていう機会をもらったっていうのはすごく大きかったと。全米のこうなんていうんですか、有名観光地、有名ホテルにですね、もう時間さえあれば行って泊まってみるようにしたの。微調整を繰り返しながら、その決めた理論の方針でうまくいく方法を探し出すっていうことなんですね。今の我々を見てもらうんじゃなくて、やっぱり将来の私たちを見てもらう、ね、学びたい時に学んでもらえるような環境を作っていこうと思ってます。運営としての力をちゃんとつけないと、それはスケールも含めてですよ、やっぱり守りきれないと、日本の旅館は。それがどんな内容であろうと、ちゃんと発信して受け止める環境、世界で通用するホテル運営会社になりたいと。